吉田さん、イーロン・マスクさんがツイッターの取締役になるそうですねすごいですねもうね27兆円の個人資者を持ってる人は世界一の大富豪ですけども何もかもこの世界を動かすこともできるとあとねあの私がすごく好きだったのがウクライナにインターネットを衛星からね直接提供することをやってるんですよでツイッターでイーロン・マスクさんがね「プーチン勝負だ!」みたいなこと言っててね、うん、なんかかっこいいなと思いましたね そのたった一人の起業家がロシアっていうね1億4千万人以上るいる国と戦っているわけなんですよがっぷり4つで27兆円でしょうん確かロシアの国家予算が確かですよ150兆円ぐらいえ百五十 g d p か GDP が150兆円だったと思うんですよまあ200兆円はなかったと思います、まあ、ですんで まあ、五分五分の戦いではないんですけども五分五分以上の戦いをしてるかなと思うんですよねイーロン・マスクさんはウクライナのインターネット網が破壊された後もウクライナの求めによってですね衛星からインターネットをウクライナに提供し続けてるというこれはすごいなとそして片っぽではねツイッターの取締役になるみたいなこともしてツイッターを買収したんですよねきっとねうんすごいなと思いますよね それで今回ね「逆」っていうテーマでお届けしたいんですけどもマイケル・ジャクソンの話題が出てたじゃないですかマイケル・ジャクソンの最後の映画っていうのは「This is It」っていうね私もね映画館に10回以上見に行ったんですけどもあの作品っていうのは練習の風景でたまたま撮っていたやつをつなげて一つの作品にしてるんですよねだから練習でしたら本番になるみたいなねマイケル・ジャクソンさんは練習の時に本番だと思ってやってるんですよで本番に出た時に練習と同じことをするんだみたいな感じでねやってるんだと思うんですよ うん、すごいですよね YouTube 活動ってとってもいいなと思うのはもうね、個人で映像が残せるってことなんですよで、私たちが幼い頃には考えもつかなかったことなんですけども今幼い人たちは映像に残すのが当たり前で自分がやるかやらないかだけなんですよねで、最近ね朝倉みくるさんの格闘技の動画をよく見るんですけどもそこに1000万円チャレンジってのがあったんですよで、1000万円チャレンジに 挑戦してきたオーディションで落ちたあの、おせよ山田さんっていう人がいるんですけどもこの人のアクセスを取るんですよそっからで1,000万円チャレンジで負けた久保田悟さんっていう人もこの人も YouTube 始めて大ブレイクしてるんですよだからね映像がね人生を変えるこれほどはっきりな明確なエビデンスがある中で映像が面倒くさいとかね YouTube から離れちゃうって人がいるのもこれまた現実なのかなとつまりは今回のテーマ 逆、逆、逆、ね、こっちにいた人が逆に転じるのかこっちに入れるはずの人が逆に行ってしまうのか逆というよりもこれはね笑えないジョークの連続逆なのかなと思っちゃいますけどね、はい、お粗末でございましたいってらっしゃい。